こんにちは、スクです。プラレ回避っていうゲームやります。スタート。ファーストステージ、歯ブラシ。スタート。俺、お前は本当に可愛いな。彼女、もう俺くんたら。ちょっと洗面所借りるね。おう。何にもない部屋だな。この歯ブラシが彼女のじゃないってことか。ちょっと俺くん。わー修羅場だこれ。ファイト。なんで2本あるの。やばい、あれは昨日別の彼女が置いてった歯ブラシ。え、もう終わりじゃん。終わりだ、終わり。土下座だ、土下座。なんとか言い訳して乗り切るしかない。なんで2本あるの。用意しておきました。絶対無理でしょ。使った感あるでしょ。俺2本使ってるんだよね、古い方を捨て忘れたんで。2本とも新しめだったら言い訳にならないから、俺2本使ってるんだよねでいいんじゃない。これ普通じゃない。なんかあり得るじゃん。俺2本使ってるんだよね。嘘でしょ。二刀流なんだろ、効率的だろ。念入りに磨くために2本を使い分けて、こっちの方がいいんじゃないの。ごめん、友達のなんだはダメでしょ。ピンク色の歯ブラシとかだったらもう絶対女友達ってなっちゃうじゃん。念入りに磨くために2本を使い分けてるんで、1本は歯間に詰まった汚れをよく取り除くため、もう1本は仕上げに歯を磨き上げるため。これいいじゃん、最高。どうよ。その割に汚いね。うわー、ダメ。うわ、失敗なんだ。その割に汚いね。じゃあダメなの。別にいいじゃん。いや、下手くそだからさ、みたいな感じで。なんで2本あるの。用意しておきました。用意しておきました。で、使い古した感があるのは、試しに使ってみました。毛先開いてるけど。俺が使ったからね。俺が使ったからでいいんじゃない。俺が使ったからね。キモ。確かにキモいっすね。この彼氏のこの、俺くんのこの失敗した時のうわーっていうリアクションなんだよ。意味不明だわ。なんで2本あるの。別の彼女が使ってったやつなんだけど、古い方を捨て忘れたんだよ。まだ使えそうだけど。毛先が開いたらすぐに買い替えたいんだよね。よかったら使う。その歯ブラシ、歯に合わなくてさ。これでいいんじゃない?その歯ブラシ、歯に合わなくてさ。歯に合わないのに使い古したら矛盾してない。ああ、確かにそれは矛盾してましたね。矛盾してました。ダメだそりゃ。古い方を捨て忘れたんだよ。で、毛先が開いたらすぐに買い替えたいんだよね。これでいいんじゃない。そうなんだ。よし、うい、来た来た来た。すっげえ悪い顔してたのに、こまめな俺クリア。よっしゃ。ステージ2、チラ見。彼女、この後どこ行く?俺、ん?お前が行きたいところ。もう、すねんなって、すねてんのこれ。お、美人が歩いてきた?チラッと見た?彼女の表情怖っ。ねえ、俺くん。今、見てたよね。これはさ、もう見てたことがバレてるんだったら見てたよでいいんじゃない?見てたよ。どこ見てたの?これは、でも普通見ちゃうのはさ、お尻なんか普通見ないっしょ。普通見ちゃうのはやっぱ顔か胸かじゃない?
でも顔もそんな、顔そんな見ないか。うん、やっぱおっぱい大きかったら見ちゃうよ。だ胸うお、でかってなるじゃん、やっぱ胸キラン、キモダメだ、キモの一言で殺されてしまったダメだ、俺殺されたダメだ今見てたよね。見てない見てないよ見てない、すげえ、この俺くんの顔見てない俺は見てない、嘘、絶対見てて、やっぱ見てた、ごめん。謝るってことはやましい意味で見てたってことでしょ。浮気者で嘘つきとか最低。ああ待ってくれ、違うんだ、そうじゃないんだダメだダメだ、この彼女強えな、何言っても言い返してくんだ。今見てたよね。ん、何を、可愛い女の子言ったじゃん。そうだっけ、絶対見てたよ。怒ってる、怒ってるよ。すいませんした、すいませんした、ダメだな、うまいこといかないな。え、ちょ、リアルに考えよう。本当に。本当にどういう言い訳したらいいんだろう。今見てたよね。見てたよ。うん、見てたよ。どこ見てたの？顔、顔。顔。可愛かったよね。来た。これで、いや、お前の方が可愛かったって言えばいいんじゃないの？いや、ブスだなと思ってはなんかひどい言い方で。ねえでいいんじゃない？ねえで。ねえ。モデルみたいだよね。ねえ。つい見ちゃうよね。あ、なんか、え、顔が変わったんだけど。ねえで攻めるこれ。ねえ。オウム返しってことか。私たち別れようね。あ、もうねえしかない。ねえ。悲しい。オウムエンド。なるほどね。今見てたよね。いや、見てたよ。見てた、見てた。どこ見てたの？じゃあ、お尻見てた。尻って。怒るよ。最高のヒップラインだったと思わなかった。ババがスカートで、スカート。スカート。スカートの柄とかね。それが何？ああいう大人っぽいワンピース。ああいう黒ワンピース。黒じゃなかったでしょ。黒じゃなかったよ。ああいう大人っぽいワンピース絶対お前に似合いそうだなと思って。これでいいじゃん。これ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 。最高じゃん。なるほど。こういうことを、こういう風に言えばいいのか。勉強になるわ。確かに良かったかも。お、じゃあ服買いに行こうか。うん。やった。やった。なるほど。ただしあれだね。こういうシチュエーションに陥った場合、もう服を買うっていう選択肢しかないってことだね。オッケーオッケー。やったぜ。ステージ3、着信。もう着信とかやばいんじゃね？言い訳無理っしょ。お昼の3時かな？俺、なあなあ、もっと近寄れよ、彼女。やだ、なんでよ。もう十分近いぞ。もっと近くで見てんだよ。何言ってんの、もう。電話だ。ディーリーン。なんだこの微妙な。ま。今の電話って。さあどうする、身内ということにする、誰からなの。まあ考えつく言い訳としては、この「ああアラームだよ」で、あの芸能人の写真がなんとなく気に入ってたからやってたみたいな、アラームでこう表示されるようにしてたみたいな。いやでも着信だったでしょ完全に。まあとりあえずアラームだよにしてみようか。ああアラームだよ、なんでこんな時間にアラームセットしたの。3時のおやつ。
3時といえばおやつの時間絶対これ俺用の回答だこれどういうこと？紅茶とおやつ持ってくるね。何逃げてんのこのチキン野郎。うわー、ダメか。言い訳失敗。くそー。誰からなの？え、知らない人。だから出なかった。封見せて。でも知らない人だったらさ、写真もさ、出てんのおかしいよね。名前も登録したってことでしょ？携帯を見るからには見られる覚悟はあるんだろうな。うわ、やだ。こんな言い合いはしたくない。いいよ、はい、どうぞ。いいよ、はい、どうぞ。登録してるのに知らない人って矛盾してない？確かに。まあでもそれでも、いや、登録はしてあるけど知らないなって言えばいいんじゃん。誰だっけみたいな。大昔の知り合いかなみたいな。言えばいいんじゃん。誰からなの？ん？うん、電話、友達から？そうだよ。もう完全に言い訳の流れだこれ。うん、じゃあかけ直して。これは彼女にかけたら本当の修羅場になっちゃう。これ男友達にかけるしかないでしょ。もしもし、俺だけど、なんか用だった？用？ちょっと変わって。もしもし、俺くんの彼女ですけど、さっき電話かけました。空気読め、空気読め、お前。あー、かけました、かけました。あ、そうだったんですね。あ、もしもし、急に彼女がごめんな。明日飯をおごれよ。おー、なるほど、そういう勉強になるわ。ただしあれだね、服買ったり飯おごったりも散財するねこれ。なるほど。次、ステージ4、記念日。どうしたこの顔、俺くん。俺、誰も見てないってば、食べさせてよ。あーん、うわー、キモ。彼女、もう1年前と変わらないね。1年前もやってたのか。俺、ん？お前の食べさせてくれた生パスタうめえ。顔ムカつく。もうバカップルだろこれ。彼女、はいはい、それより俺くん、今日記念日だね。記念日なのか。何の？1年の？俺くん聞いてる？ああ、これ今日何の日でしょう。要はあれか、浮気とかそういうんじゃなくて記念日の修羅場をどうにかしろってことか。うわ、めんどくせえ。別にそれ覚えてる人がさ祝ってあげればいいだけの話じゃない？二人の記念日だからってさ、なんかな、なんだろうそれって気がするわ。もうそんなに経つか。うん、それって大事なことかな。俺もお前に聞こうと思ってたよ。もうそんなに経つかでいいんじゃない？もうそんなに経つか。あっという間だったね。今日みたいに外食じゃなくてさ、俺に手料理作ってくれたような。うわー、これ、もし記憶違いだったらやばいな。絶対無理、これは。これは選択できない。もう付き合って半年経つんだな。半年？ハッピーバースデートゥーユー。記念日。付き合った記念日か。彼女の誕生日かっていう選択肢？やばくね？それはやばくね？さすがに。誕生日は覚えといてあげないとやばくね？っていうか、それは忘れたんだったら、普通に謝った方がいいんじゃないの？付き合って半年にかける？付き合って半年にかけるか。でも1年前もここに来たっつってたから、1年前もここに来たっつってたから、もう付き合って1年経ったという推理のもとで、ハッピーバースデートゥーユー。うわ、このひらがなで歌ってる感じがなんかバカっぽいし外れてるっぽい。うー、てんてんてんか、じゃなくてあの日だよ。分かってるってプレゼントもあるよ。誕生日おめでとう、押し切る。そして生まれてきてくれてありがとう。
違うんだけど、うわー外した誕生日じゃなかったすんませんでしたすんませんでした。今日何の日でしょう。俺もお前に聞こうと思ってたよ。ということは覚えててくれたんだ。黙って手をつなぐ。でも手をつないだらなんかそのごまかそうとしてるのをなんかバレそうなんか手汗がすごいとかでバレそう。絶対にありえないけど万が一忘れてたらどうする。いやこんなことは聞きたくない、知りたくない。そんな地獄の選択肢なんか知りたくない。黙って抱きしめる、これにしよう。残像よくのいちかこいつ、忍びのものだな。抱きしめてうやむやにするとか最悪。うわバレた、全部バレた、魂胆がバレた。忍びのものに通じなかったぜ。ちょもう一回。今日何の日でしょう。んそれってそんな大事なことかは だって俺にとってはお前といる毎日が記念日だから、これでいいじゃん、これでいいじゃん。ダメ、寒、ダメか、もう俺この彼女と別れたいすかん、なんか付き合ってる同士で寒とかキモとか言い合いたくないな。そういうこと言う人嫌だな、嫌いだな。今日何の日でしょう。俺もお前に聞こうと思ってたよ。ってことは覚えててくれたんだ。手をつなごう。お、俺くん。初めて手をつないだ日とかそんなん絶対わかんないっしょ。手にキス。キャッ。おお、初めて手にキスした記念日できちゃったな。もうドキドキして心臓疲れちゃうよ。かっこいい。キザ100%だけど。すげえ。すげえ。何の記念日かわかんないけど、そんなことどうでもいいぐらい強烈な記念日を新たに塗り替えちゃうってことか。すげえ。俺くんすげえな。おお。ちょっと勉強になるから、また今度続きやろう。それじゃまたね。バイバイ。